あとはオーブンで焼くだけです。パカーンと、おいしそう。じゃ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 ん。盛り付けます。うわー、最高。こんにちは、ハルアンです。今日は以前からリクエストも多かったホットケーキミックスを使ったお菓子レシピをご紹介したいと思います。どれもね、ほぼ一つのボウルでこうぐるぐる混ぜていくだけ。そしてホットケーキミックスを使うので材料も少なくギュッとまとまって、とっても分かりやすくなります。お菓子作り初心者さんでも、時々しかお菓子を作らないよって方でも、ホットケーキミックスを使うことでとってもね、簡単に失敗なく作れると思います。それでは早速作っていきましょう。まずは一種類目、こっくりチャイのマフィンから作っていこうと思います。私最近チャイにすっごくハマっていて、それをお菓子にしたいなと思ったので、このチャイのマフィンが完成したんです。火をかけて加熱。はい、牛乳を入れます。牛乳を温めます。紅茶の茶葉は小さじ1杯ぐらい、いけー、入れて、おー、広がってる。そしたら火を止めて蓋をします。蓋をしてですね、このまま3分蒸らします。スタート。卵を割り入れます。パカリコーンと、そして次は主役のホットケーキミックスの登場です。今日私が使うホットケーキミックスはこちらです。じゃらーん、じゃん。なんと1キロの大容量 S600 ホットケーキミックスです。じゃーん。なぜこのホットケーキミックスを使うかというと、理由は3つあります。1つ目はふっくらボリューミーに焼けるので膨らまないみたいな失敗がありません。2つ目は 1kg の大容量なので、たくさん作りたい時にもぴったりですし、ご家族が多い方でもみんなで楽しむことができます。そして最後3つ目は、香りや甘さに癖がないので、ね、とっても食べやすいホットケーキミックスなので、どんなお菓子にもぴったりなんです。そしてもちろん美味しいホットケーキももちろん焼けるんですけれど、今日はね、こうどんなお菓子でも作れる、どんなお菓子も作れる、なんていうのかな、どんなお菓子も作れるベースの粉としても魔法のような存在だけれど、本当に魔法がかかったかのようにどんなお菓子も作れるので、そんな風にして使っていきたいと思います。そのままホットケーキミックスを 200g 量り入れます。ちょっと入れすぎたので器に入れて後で使おうと。シナモンパウダーはね、お好みで、まあ、減らしてもらってもいいんですけれど、小さじ1杯ほど入れます。いけー、ドブドブドブーっと、おー、茶葉ごと加えてね。さっくりさっくり、うわー、美味しそうな生地になってきました。ホワイトチョコレートをだいたい 50g ぐらい、板チョコだと1枚分ぐらいになるんですけれど、それをね、こう砕きながら入れていきます。まあお好みの、ちょっと私は大きめで砕くのが好きだから、ザクザクと。そしたらちょっと軽くもう一度混ぜて、美味しく焼き上がれ。あとはオーブンで焼くだけです。ゴー。次はですね、チョコレートチョコレートブラウニーを作ろうと思います。チョコレートチョコレートって2回言うぐらいだから、本当にチョコレートなんですよ。そう、本当にチョコレートなの。だからね、驚かないでね、チョコレートのように。まずはですね、 150g のチョコレートと 80g のバターを一緒にボウルに入れます。そして、あ、お鍋お鍋、お湯が通ります。さあ、ここにお湯が来ました。ということは、まあ、チョコレートといえばね、湯煎ですよ。湯煎でチョコレートとバターを一緒に溶かしていきたいと思います。結構時間かかりましたが、いい感じに溶けました。はい、泡立て器に持ち替えたら卵です。卵を今日はね、なんと3つも使いますよ。3つのうち1つずつ混ぜ込んでいきます。パッカリコーンと、混ぜる。パカーンと、
パッカルコーン。ホットケーキミックスを 100g 入れます。さっきの残りね、これさっきの残りのホットケーキミックスを入れて、袋からもどんどん入れます。 10g あるかな、入るかな。混ぜます。あんまりね、急いで混ぜると粉がバーンと飛び散っちゃうので、ゆっくりゆっくり混ぜましょう。そして 50g のチョコレートを、はい、入れます。あと 15g ぐらい、だいたい4粒ぐらいのマシュマロです。言えてる？マシュマロ言えてます？はい、マシュマロをちっちゃくちぎりながらこの中に入れます。だいたい4つとかにちぎりね、すっごい手にベトベトつくんだけど、やだー、やー、全然手から離れない。マシュマロの爪になっちゃった。おりゃ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 そのまま食べちゃいたいぐらい美味しそう。170度のオーブンで25分焼きます。いってらっしゃい。次は3種類目はズル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 、じゃーん、幸せの丸いキャロットケーキを作りたいと思います。すっごく作り方は簡単なんです。ちょっと人参をすりおろすだけが若干めんどくさいけど、人参 100g ほどすりおろしておいてくださいね。で、あとはもう混ぜるだけ。はかりにボウルを乗せて、人参 100g ほどすりおろしたかなってまあはかりながらね確認します。 100g、 サラダ油 70g ボウルにはかり入れます。卵は2つ割り入れます。卵は2つ、はい、入れて、わー、ホットケーキミックスを 200g ボウルに量り入れます。どー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 。そしてキャロットケーキにはもう一つ欠かせないね、スパイスがあります。まあ、美味しくなーれのスパイスじゃないです、はい、ちゃんとしたスパイス。さっきも登場したけど、シナモンパウダーです。シナモンパウダーを小さじ1杯。ここで、ある方は、ある方はというか変えた方はぜひ使ってほしいスパイスがあるんですが、これはカルダモンパウダーと言います。説明はしがたいけど、嗅げば嗅ぐほど、嗅ぎ慣れれば嗅ぎ慣れるほどいい香り。最初嗅ぐとうっと思うかもしれないけど、慣れてくるとすっごくいい香りに感じられるので、ぜひこのカルダモンパウダー入れてほしいです。あー、私は大好きカルダモン。カルダモンパウダーは小さじ4分の1杯ぐらい、ちょっとだけで大丈夫、香りが強いからね、加えてください。そしたらホットケーキミックス、シナモンパウダー、カルダモンを加えて大きくぐるぐると混ぜます。レーズンです。レーズンを 30g 入れます。よし、レーズン入れて、完璧じゃない？チョコレートのいい香りがします。わー、おいしそう、おいしそうすぎる、どうしよう。あー、この匂いまで伝わればいいのに、とってもおいしそう。ではでは、これを冷まして180度のオーブンで約45分焼いてください。ちょっと長めに今回は焼きたいと思います。水分が多いからね、しっかりと焼いてください。スタート。はちみつとレモン合わないわけがない、ない。すっごく美味しいパウンドケーキを焼きたいと思います。もうホットケーキミックスで焼くからふわっふわに焼けるんですよ。なんかこう、中身がギュッてよりかはふわっふわのパウンドケーキを想像しといてくださいね。とっても美味しいですよ。 100g の常温に戻したバターです。 100g バター使うから贅沢でしょ。はい、こんな感じでマヨネーズみたいになったら卵を入れましょう。今日は卵2つ使うので、このレシピは卵2つです。まずは1個だけ。あ、待って、殻が入っちゃった。殻が、いけない、殻が、パカーン。今回は殻入れなかった、大丈夫。はい、もう一度よく混ぜます。レモン汁を大さじ3杯入れます。1、蜂蜜レモンのケーキだからね、レモンたっぷりです。
はい、3杯。はい、そして蜂蜜も大さじ3杯です。 180g のホットケーキミックスを入れます。ザクッザクッざっくりこーっと。いけー、ダンダルダンダンダン、ダンダルダンダンダン。お水の中に 3g のゼラチンを振り入れてふやかしておきます。よいしね、焼けたね、ケーキたちを並べましたよ。これはですね、チャイのマフィンでしょ、そしてこれはブラウニーでしょ、これは蜂蜜レモンのケーキです。そして昨日の夜トッピングしたものが固まりました。これはキャロットケーキね。粉糖 150g の中にですね、牛乳を大さじ1杯、レモン汁も大さじ1杯。はい、よく混ぜます。ちょっと固めなんだけど、しっかりと混ぜといてくださいね。ちょっとこう横に広げるような感じで、うー、大胆。刻んだピスタチオをパラパラパラーと、レモンの皮とかでもいいですよ。はちみつレモンのケーキの完成です。ちょっとだけシナモンパウダーをかけます。あ、結構かけちゃった。なんかね、まだらにかかってた方が可愛いので、刻んだアーモンド、チャイのマフィンを一つ用意します。可愛い。ホイップクリームを盛り付けます。山盛り。ちょっと植え込む感じで、こんな感じでチャイのマフィンも完成です。じゃらん、よいしょ。ちょっと大きめに切ろうかな。チョコレートがぎっしりで本当に美味しそうです。わあ、緊張の一瞬。うわー、ああああああ、どうしよう、どうしよう、いつもこうなる。で、手首が汚れるの。あー、手首。わー、できたー。めちゃめちゃ綺麗にできたー。はい、じゃあ それでは、いただきます。いやー、ちょっと誰から食べる？右から食べよう。程よくシナモンが効いてて、とっても美味しいです。ホイップクリームのせるのとってもおすすめ。おいしそう。とってもしっとり、ボソボソとよりしっとりです。しっとりでね、本当にレモンの香りがすごく強いんです。甘すぎず、ちょっとほろ苦い要素もあって美味しいです。もうね、これね、チョコレートブラウンに冷蔵庫でキンキンに冷やすのが一番美味しいんですよ。なんかね、ぎゅーっと、本当にぎゅーっと中がね、こう締まると本当に味がわって一気に美味しくなるので、ぜひ一晩ね、冷蔵庫でね、馴染ませるのがおすすめです。美味しいよ。うん、うわー、しっとり。素朴な味わいっていうのかな。
ても美味しいお菓子たちが出来上がりました。実を言うとね、ホットケーキミックスでこんなにもいろいろ作れるのかとちょっと嬉しい発見でもありました。レシピをね考えるのもとても楽しかったし、何より簡単に作れて美味しいんです。皆さんもクリスマスやお正月、そしてバレンタインのねプレゼントなんかにもとっても活用できると思うので、皆さんもこのじゃん S600 ホットケーキミックスを使って作ってみてくださいね。ということで今日の動画も見てくれてありがとうございます。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。今日の黒板じゃん、大好きホットケーキミックス。ホットケーキミックスを開発した方って一体どんな方なんだろうなって、そこまで思いを馳せるぐらい好きになりました。いや本当にお会いしてみたいわ。で感謝のお礼を言いたい。ではでは皆さんもぜひ使ってみてくださいね。バイバイ。